久保です。今日はね、月収100万、200万ぐらい稼ぐ、まあ、スマホのスタメンを紹介しようと思います。スタメンっていうのは何かっていうと、スマートフォンをね、パッと開くじゃないですか。開いた時に一番最初に出てくるこのアプリの並びのことなんですよ。で、2ページ以降ってあんまり使わないのを並べてるじゃないですか。使う頻度が一番高いのがトップページのいわゆるスタメンなんですよね。だからここがどのような配列になってるか、どんなアプリが入ってるかによって、多分ね、収入源とか情報源って変わってくると思うんですよ。じゃあ、順番に見ていきましょうか。まずはね、こちら、SMS メッセンジャーっていうのがあります。ちょっとこれ画面切り替えた方がいいのかな？じゃあ画面切り替えて説明しましょうかね。じゃあまず左上です。SMS メッセンジャーですけども、これは、メールが打てない方のために電話番号でね、やり取りができるメールシステムですね。まあ、こうやってコミュニケーションの幅を広げているっていうところがあります。で、次がカレンダーですね。カレンダーはまあカレンダーですね。ボイスメモなんですけども、録音することが結構多いですからね、録音にしています。次、右上なんですけども、ファイナンスって書いてますよね。これは各種銀行やり取り、まあ、PayPayとかね、海外銀行とか、暗号通貨の銀行とか、主要 SMBC 銀行などのアプリが入っております。で、下の方に行って、左の上から2番目、ファイナンスってところですけども、ここは暗号通貨のばっかりですね。暗号通貨のアプリとか、ウォレットが非常に多いです。次のファイナンスなんですけども、ここも暗号通貨です。比率としては、一般銀行が数社。で、暗号通貨銀行が、まあ、40社ぐらい契約してるかなってことですね。世界中のいろんなね、取引所とかを私登録してまして、分散配置してますんで、資金もだから40種類のところぐらいに、まあ、いろんなね、ビットコインなり、エーダなりが入ってるってことになります。次、フォルダってところがありますよね。ここはね、買い物アプリですね。Amazon とか、なんか、Yahoo ショッピングとか、メルカリとかが入っております。で、カメラが、上から2番目、右にあるということですね。で、3段目の左なんですけど、ニュースってありますよね。これはだからニュースサイトが、ここにね、グノシーとか、それから、何ですかね。まあ、様々なものがあると。で、インスタグラムも、実は情報源なんで入ってたりとか、あとトップバズも入ってますよね。ツイッターも私の情報収集源です。次が写真アプリ、YouTube アプリ。YouTube に、この、通知が1ってなってますよね。だからこれ私の YouTube チャンネルにコメントを書き込んでくださったものがあるよってことです。で、次、右の上から3番目が電ガナって言って、あれ、これはね、三味線のチューニング機ですね。で、左の方に行きまして、Gmail があります。7788メールがまだ処理されておりませんってことですね。だいたい1日に2000件ぐらい私メール処理するんで、これからね、5000件目指していろいろとやっていこうかと思います。次が YouTube Music です。音楽を聴きたいときはここを再生します。次はファンクルと言いまして、外食すると儲かるサイトっていうのを私ずっと言ってますよね。これも私常連ですからね。ファンクルは常に使ってる、毎日チェックしてるって状態です。次がセゾンプラチナのポータルになっております。ここでね、セゾンカードを使ったポイントがどんどん貯まると。アメックスカードなんですよ。セゾンのアメックスカードということで、本家のアメックスではないですけども、サービスはほぼ同じだということでございます。左の、下から2番目ですか。YCC っていうのはね、これね、監視カメラなんですよ。どこに仕掛けてあるかはちょっと内緒ですけどね。で、次は見てねと言って、私のね、ヤマト君、子供の成長の記録がここで写真で格納されております。次は Google マップ。私はね、Google マップの、ローカルガイドのレベル9にもうすぐなるんで、Google マップも毎日のように使ってます。まあ、これね、なかなか使えますよ。次が OD と言いますけど、これはね、ウェアラブルカメラですね。目の位置につける、頭に挟み込んで行う小型のカメラです。目線の位置での撮影ができるんで、とても便利ですね。これだから YouTuber としてこういうのもね、やっとかないといけないかなと思います。で、Facebook のメッセンジャーがありまして、ストア化っていうのがありましてね。で、エブリーっていう、これスーパーのね、あれですよ。アプリですよ。近所のスーパーの。で、LINE が4件ということでございます。まだ未処理のやつ、あえて未処理にしています、これ。で、下の方にはね、一番使うやつなんですけども、電話と検索機能でしょ？で、メールでしょ？で、Facebook っていうのがあります。しかしね、この4つのうちの、Facebook 以外は、この残りの3つってのは、ここにあるんですけど、ほとんど使いません。まあ、そんな感じですかね、今日のはね。はい、ということでね、スマートフォンのトップ画像ってのは、かなりの個性が出てると思います。皆さんはね、どんな、スタメンを使っていらっしゃるでしょうか。これがまあ、月収100万以上をずっとね、稼ぎ続けている。だから8年目ですね。月収100万を切らずに8年目まで来ました。まあ、200万とか300万っていう月もあったんですけども、こういうふうなスマートフォンのトップページで、インプットをしているってことですね。で、アウトプットするときは常にパソコンです。パソコンの方がたくさんの情報量を迅速に打ち込めるんで、そういうふうに使い分けています。では、今回は以上です。